始めよう。さて、準備はいいか？少し本気を出す。これでどうだ？はい。せいや。悪いが俺も譲れんよ。やっ、やっ、はっと、やっ、はい、と、やっ、ふっ、はっ、ん、はっ、ん、やっ、ほりゃ、あっ、しまいだ。行くぞ。はっ、やっ、どうだ。おりゃ、行くぞ。ん、はい、ん、と、ん、これは、それでは三日月宗近のおすすめの攻め方について説明していきます。基本的に最初から覚えている打ち上げ攻撃、これがものすごく強力です。出が早いし、出終わった後も隙が少ないということで、基本的にこれの連発で大丈夫です。で、最後の時に最後の3連発目を打った後にキャンセルを入れてすぐに打ち上げ、この連続が結構凶悪なので使ってみてみてください。で、最後に覚える固有闘技、これはちょっと隙があるので、敵が倒れた時とか敵に思いっきり隙ができた時に使った方がいいです。最後の一撃がかなり隙ができるので、そこに、付け入れられることがあります。注意してください。基本的に何の技でも強いですね。それではありがとうございました。